毎度毎度ヤマトでございます。フラボです。今回はですね、もう鶴ちゃんが、はい、現役の時から、そして僕が解説している、はい、プレイヤーしていた、はい、福岡行った時に僕解説業で福岡ドーム、平米ドーム、はい、まあよう変わるかどうかなんけど、はい、で行ってよう交わして自治に挨拶して、はい、来てくれましたよ。鶴岡慎也氏から見て、はいはい、岩本はどんな野球人なのかちょっと今回聞いていきたいと思うんですよ。忖度抜きね。忖度抜き、うん、もういいよ。一応先輩後輩に値するけども、はい、まあ元同僚っていう言い方もするやん。もういいよ。どう、もう立花君とか一人君見てたら遠慮なく来てるやん。いや、もう大先輩ですよ。だって10歳年が違うんですよ。10歳年上の先輩って、分かってる。何なんすかね、そんな。分かるけど、まあ、どう見てたか、はい、その接し方がええやん。鶴ちゃん律儀な男やなと、俺も大好きや。どう見てたかっていうのを、どう見てたか、そう、いろんなことを正直に言ってくれるなと思いますよ。例えば僕のプレーがどうだったかって聞いたら、うん、あれはああやったなって、もうファームの時は言ってくれました。あ、野球の時、野球の話ね、野球の話、うんうんうん、なんで何が足りないか何がいいかっていうのを言ってくれるじゃないですか。あ、うん、キャッチングが上手いから、はいはいはい。あとでもリードでなんかインコース行き過ぎちゃうかって言われたことが1回ありました。それ僕は多分ね、小柄なバッターで、左バッターで、それこそホークスの中村晃みたいなバッターはインサイドの要注意のボールで、ボディターン乗っかったら長打があるから、オーバーフェンスもあるから、そういうバッターこそアウトコース低めの基本が絶対必要だって俺の野球観がある。それで言ったんじゃないかな、15、6年ぐらい前ですね。うん、そうかね、一緒にやって16、17年もっと、そうか、俺が19年やったのが18年とか、解説17年目よ。18年、9年前の話時代が早いな。で、あとは何ですかね、正直話を始めて、うん、さあどこで切り上げようかなって思ってちょっと考える時ありましたね。そろそろちょっと行きたいのにな。ああ、話してない、先輩が喋ってからちょっとまだ聞いておかないとな。長いかそれもな、慣れてな、はい、今や立山君とか一人君は途中で、あ、すいませんすいませんってどっか行くのよそれになるから、やっぱその話長いですかってもう先に言われんねん。でもそれすごくないですか、後輩に気を使わせない先輩って一番すごいと思うんですよ。そうか、僕も後輩に絶対気を使わせないように。その優しさがあるね。10個上の先輩に対する態度と10個下の後輩に対する態度一緒ぐらいにしましたから、うん、いや、あなたはそうだったね。あの後輩がすごく親しみを込めて、まあ言うたらいじってくるぐらいやったやんか。今ガワで一緒にやってる今成くんとか、うん、6個下なんですけど、うん、彼なんかもう全然僕に一線ないですからそれはそれ可愛いですよ。まあそういう絆があるからね、はい、で10個上でいて、で解説業をやっていた僕は、はい、プレイヤーから見てどんなやった、はい、自分の結果が良くない時にちゃんと、うん、言うじゃないですか、うんうん、あそこはあんまり良くなかった、うんうん、それをやっぱりプレイヤーはなんかこれをよく思わない人もいるじゃないですか。ああ、いるね。でもそれは本当にただ見たことを正直に言ってることだけなんです。実はね、ああ、うん、まあ、そこはいろいろ賛否両論言うやつはいるんじゃないですか。なあ、しょうがないですよ。解説ってそんな仕事なんですよね、先輩。そう、解説して指摘はするけども、改善方法もつけなきゃいけない。これ一つ一応先輩からのアドバイス、解説は厳しいこと言った時には改善方法も添えるっていうのが、はい、もう絶対的に重要で、肯定して褒めるときには、はい、これはチームにとって好循環を生むんですよって、もう投げっぱなしやわけよ。それ聞いてる人はストレスがたまに、中にはさ、はい、ダメなんです、こういうことしてるからね、一軍二軍行ったり来たりしてるんですよ、パッと終わると聞いてる人ストレスや、うん、だったらここだけ伸ばしたらね、彼は誰にも負けない選手になると僕は思いますよ。これ聞こえが違うでしょ、はい、勉強あります、勉強あります。じゃあ今チラッと感じたんやけど、はい、チームの中でまた岩本うるさいなって言ってる人は今までいたの、正直言って言ってくれる。ピッチャーとかいるんじゃないですか。いるやろな、ピッチャー。結構試合始まってもロッカーにピッチャーですっげーいるじゃないですか。あれ音量出てんの。みんな聞いてます、ロッカーにいるやつはめちゃくちゃ聞いてます、うんうん、なんかディスってることあった、時々その顔あるねうるせえな岩本、あるね、しょうがないね、みんな分かってくるよ、それ商売やねんから、これから分かるから、はい、ああ悪いなんかないから、そこを遠慮してたらなんかいい解説できなさそう。できんね、忖度ばかり喋ってても、テレビ見てる人、ラジオ聞いてる人の耳には届くけど胸には届かんっていう話、これめっちゃ重要や、うん、納得でドンと胸に落とさなあかんから、なんかここつけましたね。おおおお、はい、ほんでまあまあ遠慮してなかなか岩本のことは言ってくれへん。私生活はどう、どんな人やと思ってた。私生活はすごい
もうそれこそ2005年僕が上がった時、うん、1ヶ月毎日いましたからね。そうやな、はい、うん、でその上がる前に全然声かかってない時に、うん、一軍一緒おったら俺が全部面倒見てやるからってずっと言ってくれたんですよ、うんうんうん、そしたらそのまま本当に、うん、毎日面倒見てくれたんで一緒にご飯食べたりしたら、はい、それはね僕が金石明人さんっていう、はい、僕の大先輩、はい、それこそ11個上かな金石さんとの人気な金石さん、そう、あの人は僕師匠って呼んでるから唯一野球人で僕は師匠と呼んでる方なんですけど、あの方に同じようにしてもらって、はい、お前一軍上がってきたらわしがちゃんといい飯食わせてちゃんと野球選手らしいこと教えてやるから、はい、その代わりそれをそのまま後輩にお前伝えていけって言われた。その対象が鶴ちゃんやって。そういうことや。いや俺ちょっと引き継いでないかもな。なことないよ。あなたに寄ってくるのは先輩も寄ってくるし後輩も寄ってくるから、あ、鶴ちゃんは僕が描いてた以上に人望の厚い野球人になったなと、ちょっと先輩風を吹かせながら見てることはよくないな。どうすかね。でも後輩よりやっぱ先輩の方が好きですね。どうなんですかね。先輩先輩、まあ、それは向上心あるからじゃない。それは何なんですかね。先輩先輩って言っちゃいますもん。俺たちは強いね。先輩には声かけるし、それは一緒でしょ。バランス自然と取ってるから。じゃあ鶴ちゃんにはみんな聞きたいことがあんねん。ダルビッシュ。ダルビッシュ、ダルビッシュさんすか。俺は、はい、ダルは今世界でトップ5にあるピッチャーになってるやんか。あっこまでになったのは俺鶴ちゃんの功績めちゃくちゃでかいと思ってる。そんなことないっすよ。いや、だってあれぐらいの才能のあるピッチャーは、ね、確かに。でもさ、マウンド上でさ、ピッチャーっていうのは野球人の中で一番わがままやんか。ピッチャーは一人だけ丘の上に立ってやで、ね、ほんでサインに首振れるってどういうこと。嫌だって言えるのピッチャーだけ。あんなバッターボックス入ってサイン見て嫌なんか言えるやろ。言う対象が違いますけど、ね、まあ対象が違うけど、だってベンチからキャッチャーにサイン出てる時だったら、ここだけはって時、そのダルビッシュをマウンド上でああって言う時もあったやん、若い時。それをまあまあまあとなだれながら、そしてなんかサインも量産あって、ね、例えばまっすぐカーブがあって、ほんでこれなんかシュートがあってスライダーがあったら、ほんでこれ特殊落ちる球でこうやってあのなんかチェンジアップとかあったら、次なんかワンシームとか出てきたらどないすんねんって話やったよ。だからなんかこうやった時とこうやった時と違うと思う。ネタにしてるじゃないですか。なわけないじゃないですか。それね、一回ねダルビッシュでそれ言った時にギュルギュル笑ってた。投げ出したーって。でも、うん、スライダーのサインだったけど、たまにカット気味ないといけないんですけど、それ取れました。投げ分けやったからね。彼の場合はこう切るスライダーもあれば曲げるスライダーもあったやんか。まっすぐとツーシームも取りましたね、僕は。あ、系列がよく似てるのはどうにか取った。でもグラブの中で結構遊べへんかった。その取る技術だけありましたね。何なんですかね。であとワンバウンドが本当に上手くなったと思いますよ、うん、お金のおかげで。だから強いピッチャー、勝てるピッチャー、ワンバン投げんねんな。もうお構いなしに投げるんだよ。ブルペンでもそうやで、ね、俺昔さ宮崎のオリックスのキャンプ行った時、はい、金子千尋バリバリで平野バリバリの時や、はい、ブルペンパッと入ったらシャーッと入ってきて、もうマウンドの佇まいもええわけよ。でパッパッてさばいてシャシャンって投げてくるのな。ほんで高めからこう入って、ほんで変化球投げて、最後バッター想定しますバンバンワンバン投げてキャッチャー止めなくて、あれ出したーって出てくる。なんとも思わないですよ、ね、うん、で若いピッチャーなかなかこのピッチャーなーって言ってるのは、キャッチャーが取ったところでナイスボールで満足してる。それ実践だったら食らうもんね。あ、そういうやっぱ試合の逆算がうまかったのか。いやすごかった、すごかった。でも誰が見てもすごいじゃないですか。すごい。何がすごいって、もう現状に満足しないのが一番すごくないですか、うんうんうん、もう絶対18勝何敗とかで1点何歩とかで、で次の年も同じような風にすればいいとか1ミリも思ってないですよね。変化球研究してるというのは、自分の自宅か自宅の庭かどうか公園か分からんけど、なんか垣根の横でピッチングしてるやん。あ、してますね。変化球研究してこれ使えるかもみたいな、ああいう向上心がすごかったよね。ダルビッシュ投手は今僕の5つ下なんで、うん、36歳ですかね、僕ですね。ああ、まだ全然ですね。おそろいなんか1ミリもないですね。今マックスかもね。まだ成長するかもしれないですもんね。変な意味、はい、鶴ちゃん、受けたない？受けたいっすよ、ね、受けたいよな。もちろん受けたいです。チャンスあったら行って、だから今のダルどんなんやって受けたいでしょ。受けたいっす。だって今十分受けれるやん、まだ。まだ受けれますね。なあ。で、あと、こういう立場になったんで、取材に行きたいですね。ああ、
この状況が一緒に行こうです。どっかオファーしてくんないですかね。なあ、あのほんまコロナ禍の影響を受けたらどっかのダルビッシュ取材に行ってヒルマン監督にもちょっと会いに行きたいよ なエンゼルスとパドレス戦とか最高っすね。行きたいな。マルちゃんもいますかね。マルちゃんもやな。レンジャーズも有原いますもんね。いやもう楽しみしかないですよね。顔見知りばっかりやな。なあ、ということで鶴ちゃんと一緒に解説業頑張りますので、はい、よろしくお願いします。どっかで何か気づいた方あったら鶴ちゃんじゃなく言ってな、はい、いや僕にも言ってください。うん、お互い切磋琢磨、はい、お願いします。毎度お気に毎度。